超ゆるい動画撮ってくぞ。はい、ゆるゆる動画回します。今はじゃあどこに向かいますかね。もう適当に適当にドライブ、適当にドライブですか、うん、じゃあちょっと外観の方を映しながら、いいっすか。ただひたすら喋るだけ。ただひたすら行き先もわからないですけど、名古屋の街を、はい、皆さんに散策すると。県の仕事を聞くか、はい、僕の仕事ですか、うん、いや僕はもう通訳で今5年目なんですけど、うん、まあ、いい年もあればそうでもない。まあ一番はやっぱチームに勝っていただくこと。何が一番大変だった？何が大変な通訳とかって。通訳で一番大変なことですか、うん、いやコミュニケーションとかよりも、うん、多分その外国人選手を相手するそのなんて言えばいいんですか、相手のことを一番理解してあげるってことが一番、通訳言語とかじゃなくて、うん、相手のことをまず理解してあげた方が、人間性をこの理解してあげるってことが一番大事かなと思ってますね。で言語はその後ですかね。まあ言語もちろんできて通訳ができるものだとは思うんですけど、うん、まあ、やっぱその外国人選手とかってっこっち日本に来て右左分からない状態じゃないですか。だから彼らがいかに気持ちよく日本でプレーできるように進めるようにサポートしてあげるのが、まあ、やっぱだから一番最初が一番大変なんじゃないですかね彼らも、ね、はい、来てさ右左分からずさ、はい、右ライン分からないさ国に来てさ、いきなり野球やれってね。いや結構難しいこと、難しいことだと思いますよ。何もわからない状態ですから、ね、スーパー行くにしても、そう、はい、日本語も喋れないし、ね、日本語も喋れないですし、いやでも今はもう本当に自分のワイパー動かす、見えづらくなっちゃうんですよ。外観が見えなくなっちゃうんです。ワイパーと同じタイミングでテロップを消せば問題ないって、はい、そういう、そういうあれですか、そう番組のディレクターが言ってた。そうなんですか。とある間違いないですね。とあるディレクターが言ってた。あ、そうなんですか。まあじゃあディレクターさんがそうやって言われてるので間違いないですね。それはそうですね。いやなんか僕がなんか YouTube デビューみたいな、右方向レベル3取締エリアです。めちゃめちゃなんか緊張というかこんなことめったんないんで感謝します。ありがとうございます。やめて感謝しないで別に、超ゆるいさ、まあまあゆるゆる動画ではありますけど、なんか僕のことをトントン置いとけばいいですか。いいですか。そう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 、その画角いいね。いいですね、揺れてますね、いい具合に。今日は何、いつもだいたい家飯、もう基本的にもう僕家内がいるんですけど、まあご存知のとおり、家内がいる、はい、いつも奥さんに作ってもらってます。家内がいる、はい、美味しい料理を普段言えないことをちょっと言っときます。いいな。いや、いいっすよ。なんか家帰ってきてご飯があるの。で自分が全く料理できないんで。でも篠介さん自分で自炊されるじゃないですか。うん、割と。でも料理とか好きなんですか。自分で外食とかよりはまあ自分で作ってみたいな。好きっていうか、だって誰がやるのってなるわけじゃん。まあまあそうですね。確かに。じゃあやるかみたいな。うん。確かに、だって作らないと、作らないとないですもんね。ないし、そうですね、確かに作らないと死んじゃうし、死んじゃうし、食べれないし、そう、そこですね。
それは自分で自分で作る、やる以外ないですね。大変だよ、大変、まあ大変、まあでもオフはまだ全然いいけどね、時間あるから。シーズン中はさ、ね、しかもだってナイターで、だって6時に試合始まって家帰ってくるのだってもう10、まあ、試合終わってトレーニングとかされるかわかんないですけど、うん、で家帰ってきたらもう10時11時なわけじゃないですか。そうだな。1日何食食べられるんですか？1日でも2か3か。あ、2か3なんですね、うん、なんかナイターの時、僕も一軍に行った時、なんか試合の前にご飯が出るじゃないですか。あるね、4時とかするぐらいに、うん、で、だいたい自分起きるのが朝の、まあ、8時とかそれぐらいでご飯食べて、で、お昼もなんか微妙な時間じゃないですか、4時までご飯が出てないんで、ね、だからどうしようかなみたいな、結局4食ぐらいになるんですよね。俺はそれでさ、はい、終わらせるから、うん、ああ、そういうことですね。4月3日から行って25に帰ってくる、帰ってくる感じ。そうだ、本当じゃあ3週間弱、ね、そうだね。はい、いや、ビシエドンチ行ってマイアミ行っちゃって、うん、エンジョイしちゃいますか。レベル3取締エリアです。ちゃんとトレーニングする。はい、でジュニアにも会いたいしね。そうですね。でもね、全然会ってないんで僕も。そうそうそう、この前ビシエドンの家だから帰る前行ったのか。あ、でもその時ジュニア、あ、日本の、あ、そうです、はい、あ、そうです。その時ジュニアいなかったですね。なんか学校、10月のさ末、はい、アメリカ行ったじゃん。はい、行かれましたね。その時に一応アメリカ来たら連絡くれってビシエドが言うから、はい、あ、そうだったんですね。そう、連絡したんだけど、はい、結局アリゾナだったから最初、うん、え、マイアミ来てくれるのみたいな、うん、短期、あのジュニアに代わってさ、はい、ワッツアップでジュニアだよとか言って日本語で来て結構喋れますよね。そう、めっちゃ喋れるからさ。なんかみんながすごい喋れるっていう、僕は喋ったことないからあれなんですけど。いや、じゃあ、マイアミ来る。じゃあ、いや、もう今年はいけんなっつって、うん。絶対行かないとですね。そうだね。はい。ビシーの豪邸、ね、行きますか。行きたいよね。見せてもらったんだ一回。え？プールあるしみたいな。あ、プールもあるみたいですね。うん、結構いいところだし。いいですね。これはドームへに近づいてますね。そう、ドームにね、とりあえず近づくんだけど、例のあれですか？ん？例の、ね、バス新加入、新加入選手がの方、はい、バスレーンの話したから、せっかくだからそこを通りましょう。一回通ろうか。そうですね、せっかくなんでね、通ろう。はい、名古屋市内のバスレーンを紹介してます。大体さ、これさ、はい、車線変更できなくなると、はい、このバス停のところでこうなっちゃうんですね。待たなきゃいけない。こうなっちゃうんですね。はい、バス停じゃなくてもういいんじゃない、中田レーン。もういいじゃないですかだってあの中田翔がちょっと怖がるぐらいだからね、はい、